はじめましての人ははじめまして、白霊神社の巫女、白霊霊夢です。このチャンネルの解説役、霧雨魔理沙だぜ。さて霊夢よ、このチャンネルもだんだんといろいろな人に見ていただけるようになってきたわけだが。両つべも関門の1000人を突破したわね。あ、もしかして今回は特別会で、織田信長とかのメジャー武将をやるつも。今回の舞台は備中だぜ。なんだ、不満そうだな。いえ、なんで毎回メジャーな武将じゃなくて微妙にマイナーな武将なのかしら、と思っただけよ。このチャンネルはほどほどにマイナーな武将をクレイジーなレベルの濃密さで解説するのが特徴だからな。西国の戦乱史を詳しく知りたいのなら、このチャンネル、と言われるまでは突っ走るつもりだぜ。ほどほどにしておきなさいよ。そこで今回紹介するのは戦国期における備中国の雄。備中平乱の引き金となった備中国人。三村家近。安土元近。三村家近、元近親子は毛利家の援助を受け、備中国を一時は統一した備中国人だぜ。このシリーズ初の人物像すらない人物よね。戦国時代が好きな方だったら三村家近、元近の名前を聞いたことはあるかもしれないが、実際に何をしたかを詳しく知っている人はお世辞にも多いとは言えず、有名な割には謎な親子だぜ。そもそも戦国時代、備中国がどんな感じだったかすらあまり知られていないものね。今回は、戦国期に一花咲かせた三村親子を主軸に、近年明らかとなってきた備中戦乱史について解説するぜ。室町時代、備中国は三管領家の一つである細川家の分国であり、中国地方において細川家が持つ唯一の国だった。周りが全員室町時代の有力大名ね。そのため、細川家にとって備中国は山名、大内、赤松家らに対する軍事的牽制上、重要な国だった。そのため、備中守護は細川光行を祖とする細川備中守護家、通称曹州家が代々継承していたにもかかわらず、重要な権益や国内領主の指揮権は、本家である細川慶長家が握っていたんだぜ。分家の権限を本家が抑えてたということね。例えば、備中守護大職は、曹州家家臣の石川氏が歴任していた他に、細川慶長家から、慶長家重臣である、尚氏の分家が送り込まれ、この二人による兼務体制をとっていたんだぜ。これは揉めそうね。実際、このねじれ構造の支配体制は圧力を生んでおり、細川勝久の代にそれが爆発したんだぜ。っていうか、また細川政元の時なのね。ことの発端は文明15年に備前の松田元就が、田島の山名正豊と手を結んで、備前守護の赤松正則に反旗を翻したことだ。備前の松田氏の謀反と細川家の争いは関係なくない？実はこの備前松田氏と細川曹州家は、吉備津神社社務職をめぐって長年抗争しており、7年前の文明8年9月にも、備中国に侵攻した松田軍と合戦をしていたんだぜ。長年の敵というわけね。この時、山名正豊の嫡子、歳豊が備後、秋の軍勢を率いて松田元就を救援しようと投進しており、幕府は備後軍の侵攻を阻むよう、細川勝久に加盟しようとしていた。しかし、以前から芸備国衆と細川慶長家を取り継いでいた正元助は、逆に山名軍に味方し、赤松氏を攻撃したんだぜ。え、備中守護代なのに守護家と麻薬のことをしたの？正元助は守護代の尚氏と同族だが、細川慶長家の重臣であって守護代ではないぜ。これにより、細川勝久と正元助のいびつな関係はついに破綻し、延徳3年11月、正元助は先手を打って芸備国衆、備前松田元就と連合し、細川勝久に対し反旗を翻したんだぜ。そんなのいくらなんでも本家の慶長家が許さないんじゃないの？いや、むしろ曹州家弱体化のために、讃岐の上野も当時、香西五郎左衛門の城らを援軍に派遣しているぜ。これって細川勝久大将元助というより、細川一族の争いね。翌年3月28日、京都から下校した細川勝久と正元助は激突、備中大合戦と呼ばれるこの戦いの結果、勝久が勝利し、正元助、上野も当時は敗走、讃岐国の香西軍も大半が戦死し、香西五郎左衛門の城は自害したんだぜ。曹州家が大勝利したわけね。その後、細川勝久は、尚氏ら備中国内の慶長家家臣団の所領を没収し、曹州家の支配を強めようとした。しかし、この直後の明応3年前後に細川勝久が死去し、曹州家が断絶したことで事態があらぬ方向へと走り始めるんだぜ。
こんな時に死んだの？これにより、備中守護は細川勝久に養子を送っていた細川三州家、細川これ持ちが継承したんだが、細川三州家も勝久同様に、慶長家の介入を嫌い、自身の家臣の上野氏を守護台に据え、細川慶長家と敵対したんだぜ。さらにややこしい内輪揉めになったわね。これに対し、細川政元は小元助を援護し、元助は備中守護に再戦を挑むが、当時中継ぎとして備中守護となっていた細川駿河の神に敗れ、国外に追放されたんだぜ。その後小元助は、芸備氏の国衆を糾合して備中に再起しようとしたが、分岐2年に死去。おまけに細川慶長家当主だった細川政元が、永正4年6月に暗殺されるという悲劇に見舞われるんだぜ。まさかの本家の方がボロボロになったのね。あれ、確かその後って。そうだ、その後、細川慶長家は三州家の細川住元が引き継いだため、細川これ持ちは慶長家当主の兄となり、元々の対立構造が根本から解消されてしまったんだぜ。もはや何を争っていたのかもよくわからなくなってきたわ。しかし、この平穏は短く、細川住元は翌年、細川高国に細川慶長家の座を追われ、細川一族の対立だったわずの備中国の支配争いは、いつの間にか将軍家の家督争いという、大規模な闘争の中に組み込まれていったんだぜ。詳しくは大内義興の解説動画をご覧ください。しかし、足利義澄、細川住元陣営は主要人物が次々に死去していき、永正9年正月に細川これ持ちも死去した。これにより、備中守護が空席となったため、細川高国は当時まだ16歳であった細川九郎次郎を備中守護として送り込んだ。え、16歳で守護になったの？どう見ても実力で、ではないがな。しかし、九郎次郎は3年後の永正12年10月に自殺、代わりに高国の父細川正春が備中守護に就任したが、正春も3年後に病没したんだぜ。呪いか何かかしら？このように、備中国は細川氏が代々継承してきたが、内紛によりその権威を失墜させてしまい、永正年間頃から在地国人たちが支配拡大を狙う内乱状態、いわゆる戦国時代に突入したんだぜ。ここから備中の戦国時代が始まるのね。さあここで、備中国人選手入場です。は？小元助は生きていた、同姓同名の別人が再び盛り返す、小元助だぁ。え、何これ怖い。特に理由はない。守護代が強いのは当たり前。備中守護代上の伊豆の神が来てくれたー。アマゴの犬が備中を食らうぞ。当時に意味称、デンジャラス大官、新見国綱だ。大満なら絶対に負けん。誠の伊達を見せたる、国型、伊達氏だ。バーリプードならこいつが怖い。水内省の高橋キラー、上田光実だ。黒人は強者に仕えてなんぼのもん。超実戦応用術、在地領主から田地部氏の登場だ。備中支配はすでに我々が完成している、元細川勝久重臣、高橋久光だー。備中だったらこの人を外せない、元備中守護代、石川氏だ。若き王者が帰ってきた、どこへ行っていたんだ。チャンピオン、俺たちは君を待っていた、三村家の登場だー。1分近く茶番しているわよ。さらに、リザーバーとして、この3名をご用意いたしました。浦上家家臣、浮田義家、伝統派黒人、毛利元就、伊豆の巨人、伊勢新九郎森時。リタイア者出現即終了のトーナメントはやめなさい。と、まあ茶番はさておき、永正12年頃から細川氏の支配が行き届かなくなった備中国では、守護の名のもとに所領維持拡大を目指す黒人、外部勢力と結託して現地支配を狙う黒人、これを機に再起を図る黒人、と、備中全土で黒人たちが様々な思惑で争うという内乱状態になるんだぜ。まさに戦国時代ね。そして、この時期に国内で存在感を出し始めたのが、当時に意味総大官の新見国綱、そして成は鶴首城を本拠とする、三村一族だぜ。やっと本題の三村家が出てきたわね。備中三村氏は、もともとは鎌倉幕府の御家人の一人であり、それが聖戦御家人として備中に移住したのが始まりだぜ。まあまあ歴史ある一族なのね。室町期の三村氏は、細川慶長家と主従関係を結んでいた関係上、同じ悲観の彰子とつるむことが多く、国型として新見国綱や、三州家が任命した守護代、上野伊豆の神と争っていたんだぜ。国型？まあ細川慶長家、または細川弥州家型の黒人を指すぜ。何このぐちゃぐちゃな相関図。
永正12年12月、三村四次は田地部氏と共謀し、新見氏と伊達氏を攻撃。新見国綱の弟、佐久郎が討ち死にした他に、伊達氏居城の唐松城も一族の裏切りにより落城した。早速トーナメント脱落かしら。しかし、新見国綱はすぐに伊達氏と共同で唐松城を奪還し、美作の三浦氏の朝廷で田地部氏と和睦。さらに、新見国綱は、出雲の尼子常久の参加に入ることで、出雲放棄の軍を借り、ようやく三村軍を撃退することに成功したんだぜ。招いちゃいけない人物を招いちゃったような。これ以降、備中北部の新見氏は、尼子家の備中支配の要となるんだぜ。一方、備中南部では上田光実が、旧細川勝久の重臣でもあった高橋氏の代わりに水内省を掌握。備中大合戦に敗れた正元助の後継者、正元助も、混乱に乗じて西明を手中に収めた。あちこちで戦乱が起こっているわね。そして、この頃から備中国の争いは、外部の大大名の争いの代理戦争としての側面も持ち始めるんだぜ。もしかして尼子氏と大内氏かしら。その通りだぜ。この頃から、備後にまで勢力を伸ばす大内家と、尼子、山名、秋田家だけとの争いが活発化し始める。大永3年頃から尼子家は大内家と対決を明確化し、一時は尼子常久は秋国を接見した。しかし、尼子家は徐々に盛り返され、大永6年には山名家と尼子家の関係が決裂したことで、逆に尼子家が追い詰められ始めた。そして備中でも、大内寄りの将、三村氏らが備後国人の宮氏と共同で、尼子方の延べ新城八鳥城を攻略しているんだぜ。こう見るとこの頃の尼子常久って全方位から攻められていたのね。この大内尼子戦争は大永8年、備後国細沢山合戦でピークを迎えたが、大内家は、当主大内義興の死去、尼子家は、縁屋沖久の乱が勃発し、両者一時停戦をしたため、小康状態となる。これでようやく備中国も少しは落ち着きそうね。いや、この頃から備中国では、外部勢力の圧力が消えるのと入れ替わりに、旧勢力の面々が復活し始めるんだぜ。旧勢力？細川慶長家の前に備中守護だった細川宗秀家、細川三秀家だぜ。例えば、細川三秀家家臣で備中守護大である、備中松山城の上の伊豆の神の場合、大永5年には、美作国の三浦貞国と手を組んだ田地部次郎の侵攻を避け、その後上田光実に援軍を送って三村軍を撃退、逆に三村氏の本拠を攻撃するなど、備中中部を中心に混乱の鎮圧に努めていたんだぜ。今のところ三村氏いいところないけど、この解説大丈夫？さらに、伊予に逃れていた細川宗秀家、譜代家臣である石川氏は、この頃には諸家の助力を得て備中に帰還、細川宗秀家の権力基盤中枢を取り込むことで、備中南東部の一大勢力にまで返り咲いたんだぜ。ここに来て旧勢力が盛り返しているのは面白いわね。一方、享禄4年、中央では、細川慶長家当主の細川隆国が、細川三秀家の細川晴元に敗れ、自害したことで、細川慶長家の力はさらに弱体化、備中における細川家の内紛はさらに激しくなっていった。また細川家の内乱状態に戻ったのね。そして天文2年、慶長家方の正為助と三秀家方の上の伊豆の神が激突。その結果、為助は分家の正又六と共に、上野氏の備中松山城を攻略、上野伊豆の神を自害させたことで、正一族が備中国ではいち早く頭一つ抜けることになったんだぜ。流れ的に三秀家方の上野氏が勝つかと思っていたら、正氏が勝ったのね。まあ実はこの時三秀家の細川晴元が細川慶長家当主だから、この争いは内輪もめだったんだがな。私、頭が混乱してきたわ。このように、備中パークで黒人フレンズがドッタンバッタン大騒ぎしている頃、縁屋沖久の乱を収束させた出雲の尼子常久が、大内家との停戦同盟を利用して、東方への侵攻を再び始めたんだぜ。前回は途中で大内山名によってボロボロになったけど、今回はどうかしら。天文元年、尼子常久は新見国津奈良を引き連れて三正家へ侵攻、放棄の南城市や三正家の三浦市の白作連合軍と1年近く戦い、三浦氏の居城である勝山城を落城させ、美作の中央部まで尼子氏の支配を食い込ませることに成功したんだぜ。いきなり美作まで攻めたのね。その後、尼子軍は返す刀で縁屋沖久をかくまった備後の山の内直道の兜山城を、当時同盟関係だった毛利元就らと攻撃、
かくまわれていた縁屋沖久を自害させ、天文5年3月、山内氏を服属させることに成功した。自分の息子でも裏切ったら容赦しないのね。行き着く間もなく、天文5、6、7年と尼子常久は自身の孫である尼子春久を備中、美作、宝器、播磨へと派遣。特に天文7年から始まる尼子春久の備前播磨攻めは凄まじく、赤松家の有力家臣の大半は尼子家に帰順。守護の赤松政村は淡路に落ち延び、旧赤松家領国の大半を尼子家が制圧したんだぜ。この数年で一気に勢力が拡大したわね。翌天文8年7月、尼子春久は備中の小一族のこもる備中松山城を包囲。これに対し、中央の細川晴元は、これ以上高く二派の尼子氏が躍進するのを危惧、阿波守護細川持隆の軍勢を備中国へと返させたんだぜ。赤松家のすぐ後に細川家との戦いになったということね。しかし、尼子氏の大軍の前に細川持隆の軍は大敗。宗州家型の石川家久ら多くの国衆が尼子氏に帰属し、翔為助は一旦国外へ逃亡せざるを得なかったんだぜ。あれだけ頑張って備中で頭一つ抜けた翔氏も尼子氏の侵攻の前には無力だったのね。ところが翌年には翔為助は備中に戻っており、尼子方となった石川家久親子を打ち果たすなど、尼子方国衆との戦闘を行っているんだぜ。さすがは黒人、粘り強さは半端ないわね。しかしそれは対極的に見ればビビたる問題であり、尼子家の勢いをそぐようなものではなかったんだぜ。改めて、この7年かそこらでここまで領国を拡大しているのはもはやバグよね。しかし、この尼子家の勢いもある敗戦をきっかけに再びその勢いがつまずき始めるんだぜ。それが天文9年から始まった、吉田郡山城の戦いだぜ。毛利元就が大活躍した戦いね。尼子方の平賀沖貞、武田信実を救援するため、尼子春久は3万の兵で秋国に出陣したが、途中の吉田郡山城で毛利、末連合軍に敗北。この勝利により、東方の反尼子家の勢力が盛り返し始めたばかりか。当初は尼子家との対決を避け続けていた大内義隆も、尼子家との直接対決を鮮明にし始めるんだぜ。また一回の敗戦でボロボロになっているわね。実は尼子家がここまで急成長、急没落を繰り返すのには理由があるんだが、ここでは解説しないぜ。これ以降、大内家の助力を得た毛利元就と、尼子春久は、備中備後の覇権をかけて戦う。そして、毛利元就にいち早く気脈を通じ、備中国におけるキーパーソンとなるのが、主役の一人、三村家親だぜ。ここでやっと三村家親が出てくるのね。ということで今回はここまでだぜ。は？まだ肝心の主役が一言しか出てないのに終わるつもり？そんなの許されないわよ。しょうがないだろ。備中の戦乱史なんて解説している人なんて誰もいない割に、ここら辺が後々重要になってくるんだから。今回の三村家親元親は三部作に分け、前日譚、三村家親、元親をそれぞれ解説するしかないんだぜ。三部作、ねえ、三村だけに、な。ということで、次回は三村家親の登場と、三村家の備中統一まで解説するぜ。皆様、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。次回もぜひ見ていってくれなのぜ。また、ぜひ紹介してほしい武将がいればコメント欄に書いてください。それじゃあ、視聴者の皆様、さらばだー。